ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回からよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がロータスエリーズ240ファイナルエディション2022年式、走行距離100キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。ついにやってまいりました来ましたね、ついに葛飾店で紹介する時がやってきたという、はい、というわけで店舗の紹介で一度ご紹介させていただいたんですけども、はい、改めて車販の責任者藤本君でございます。はい、葛飾店カーズ店長しております藤本です。本日はよろしくお願いいたします。というわけで今回は藤本君会でお届けしたいと思いますよろしくお願いします。初回がこのちっちゃい車という、そうですね、はい、重量級の2人が、はいはい、ドンキーコングとクッパがお届けするわけなんですけども、はい、こちら以前裏当てんで220かな、そうですね、の、はいはい、エリーゼをご紹介させていただいたんですけども、はい、再びのご紹介ということで、そうですね、ただ、はい、エリーゼでも本当にいろいろあるんで、僕もあんまり詳しくなかったんで勉強したんですけど、全然こう車種ごとにというか違う。そして今回ご紹介させていただくこのファイナルエディションというのが、もうファイナルっていう名前にふさわしい本当に特別なやつなんですよ。そうですね、最終ですね。なんでその辺を詳しく今回ご紹介させていただきたいと思います。でまずパッと見で色がめっちゃいいなと思ったんですよ。綺麗ですよね。これがそのファイナルエディションだけで選べる色ということで、うんうんうん、これはレーシンググリーン、レーシンググリーンになりますね。そう、全体で17色ありまして、そこからまあ選べる一つのヘリテージの中の、一色になってますね。でヘリテージっていうのはその 5色の中から選べる。で、はい、特にこのグリーンっていうのが1995年にエリーゼが、うんうん、フランクフルトモーターショーでデビューした時の色をイメージしてるんですよね、はいはい、そうです。すっごいなんか車はこうフェーズ3で顔シュッとしてるんですけど、なんかちょっとクラシックな感じも、もうそうですね、多分あの乗られてた方もそれをイメージして、まあ、あえてオプションをレスにしたりとか、そういったところも考えた色なんじゃないかなっていうのも思いますね。そうなんですよね。今回そのパッケージの絵がすごくしっかりしてるというか、はい、なんかこう通じて回ってる感じの内容になってるということで、うんうんうん、その辺も紹介させていただきたいと思います、はい、であとは意外にエリーゼオプションあるんですね。まあ、結構そう選ぼうとすると結構いろいろこうカスタムできるようになっているので、結構そのファンの中ではあのつけたりつけなかったりっていうのはあると思いますね。で大きなところでいくと、まずヘッドライトが、はい、こちら今回ハロゲンそうですねが装着されていると、はい、これオプションでなんか LED だか HID があるに、そう選べます。 LED ですね。 LED にするかそのままハロゲンで乗るかっていうのを選ぶ形です、ね、でヘッドライトに関しては今回の車ハロゲンなんですけど、ウィンカーとスモールに関しては LED のタイプになってますね、はいはい、この辺はどうなんですかねでも、まあ前の方、まあ、初代とかに比べるとシュッとしたデザインになっているので、やっぱり、うちも、オープンから置かせていただいているんですけども、結構顔的にだんだん愛着湧いてきますね、うん、なんで私もまあ乗りたい車の、まあ、一つになってきたかなって。いやこれはねサイズ的にも、はい、本当に持ってても邪魔にならないし、そうです、ね、置く場所さえあれば、うんうん、しかも置く場所もコンパクトですよそうですねなんでもう本当に持てるんだったら持ってっていう人は結構いるんじゃないかな、はい、でサイズのところをちょっと触れていきたいんですけれども、はい、全長の方が3800、全幅の方が1720、で全高の方が1130ということで、はい、1130ってもう2人のこの腰ぐらいの高さですけども、はい、こんな感じので、これいまいちサイズ感これ知らない人だとつかみにくいなと思って、はい、似てる車ないかなと思ったら、はい、マツダのロードスターがかなり近いみたいで、はい、ロードスターよりかもちょっと短くてちょっと低い、はい、そんな感じで考えていただけると分かりやすいかなと。分かりやすいですね。で、あとはもう前回その裏当ての紹介でも触れてるんですけど、はい、もうとにかく車が軽いのと構造がちょっと特殊なんですよね。そうですね。ほぼ FRP とアルミでできてると。そうですね。だ外装が全部 FRP、はい、ファイバーも、でも車じゃなくてもレーシングカーというか、いいですね。もう公道で走れるレーシングカーって言っていいんじゃないかなって思いますね。さっきも車ちょっと調整するのに押した方が早いなエンジンかけるより押した方が早い、大きいカートみたいな、はい、そんな感じですけど、で外装に関してはまあこんな感じ で、あとは足元も今回ファイナルエディションということで特別なものが装着されていると。でこちらが10本スポークのアンサラサイトグレーの炭素ホイール、ね、これが普通の220か、はい、よりかもかなり軽くなっているということで、うん、はい、1本につき 500g ぐらい、はい、だから4本でいくと2キロぐらい、2キロ変わってきますね、軽くなっていると。で、はい、結構鋳造のホイール履いてるシリーズなんかもあるみたいで、はいはいはい、そうですね、やっぱり足元軽くなると、バネ下重力軽くなって運動性能が全然違う、違いますよね、まあ、その辺もファイナルにふさわしい、そうですね、足元からと、はい、
でなんかこれもオプションがあるとかなんとか。そうですね、これもあのオプションにすると、まあ、ブラック塗装になってきて、全体的にこう引き締まったイメージになるんですけど、まあ、あえて逆にここを黒くしないっていうデザインで組んでいただいているのかなっていうものになってますね。おそらくこのクラシックなボディカラーに合わせてっていう感じかなっていう僕も思いました、はい、そしてタイヤの方はアドバンの V105 か、はいはい、こちらが装着されてございます、はい、でこのタイヤもあの実は結構こだわりのタイヤって知ってました？あ、そうですね、あの本当最終型後期であっても前期型はアドバンじゃないもの入ったらしいので、今回それがアドバンになったっていうのも一つポイントなんじゃないかなって思いますね。これも走りがかなりこう強調されているタイヤで、はい、まあ、各種純正採用なんかもされてるので、はい、メルセデス各車種 E43 とか、はい、あとはポルシェが結構御用達の車あのタイヤなんですよね、はい、911とかあと718あとパナメーラ、カイエンなんかもこれが、はい、まあ、もちろんポルシェなんでポルシェの承認の、N0 とか N2 って入ってるタイヤなんですけども、それシリーズのタイヤということで、これがなんか横の補強がこうとこうでこうクロスして入ってる。はいはいはい、普通のタイヤってこう横の補強ってこうこういう向きなんですけど、結局その回転した時にたわんじゃうからっていうんでクロスした補強が入ってて、まあ加速方向とか減速方向に対しての剛性もかなり取れてるタイヤってことです。なるほど、はい、あとは足回りもスペシャルなんですよね、はい、スペシャルというべきか一流品を組み合わせてるというべきか、はい、ショックの方がビルシュタインのダンパー、そしてスプリングの方がアイバッハのスプリングということで、はい、なかなかこの組み合わせを新車というか、そうですね、市販車でそのまま売ってる車で持ってくるってないと思うんですけど、そうですね、こちらが装着されてございます。でこれもなんかオプションでよりレーシングの方のショックもあるということで、はい、そうですね、今回のは標準のタイプの、はい、なってます。ツーリングの方かな、はい、の、組み合わせになってます。であとはブレーキの方もやってまいりました、はい、AP レーシング、そうですね、2ポットですけども、はい、AP レーシングのブレーキと、あとローターもなんかオプションですよですね。ローターも2種類でしたっけ、選べるっていうので、はい、今回はスタンダードの方、スタンダードの方なんです、ね、ローターもあの他の展示車両のローターが大きすぎて、はい、ちょっと小ぶりに見えますかね、感じちゃいますけども、はい、あの車の性能で言ったら多分オーバースペックぐらいなのなりますね。重量が軽い分この、まあ、ローターでも、まあ、十分すぎる機器というか、そうですね、あのしっかりとした車がとにかく軽いんですよね。軽いですね。なんと900キロ台ということで、はい、920キロでしたか、30キロ、今回の車は930キロになりますね。もう930キロって、はい、もう軽自動車だなと思って調べたんですけどそうです、あのエブリー版と同じぐらいだったんですそうですね、エブリーワゴンだと1トン超えちゃうんですけど、はい、エブリー版で900キロぐらいなんですよ。なりますよね。本当にあの軽の番ぐらいの感じで、はい、もうこれだけスポーティーになってる、なってますね。そしてあとはこの辺も特別装備ということ で、ね、デカールが入ってて、はい、なってますね。240、まあ、あえてこれもシールなのかなっていうのもありますよね。あ、なるほど、はい、もう本当グラム単位ですけどね、こういったところでシールにすることによって軽量化も入ってるんじゃないかなって、まあ、空気抵抗もあるかもしれないですね。後ろのロータスエンブレムもステッカーになってるのがその辺が、そうです、ね、軽量化が効いてるということ、はい、あとはもう全体的なこのシルエットと、うん、これはもう、創業者のロータスチャップマンでしょ、はい、チャップマン、はい、のとこから来てるこの感じのシルエットじゃないか、はい、あとなんか黒くなるパッケージということで、はい、ブラックパッケージですかね。そうですね、ミラーも、はい、黒くなってますんで、あとはここもですかね。あ、なるほど、はい、ここも黒くなってます、ここも合わせて、はい、はい、そうです。そしてあとは後ろの方は、1インチ大きくなって、はい、17インチですかね、はい、はい、前が16ですもんね。そうですね、16、はい、17の組み合わせになって、リアの方が 80A、はい、タイヤの方が225、45、17ということで、本当にちっちゃいけどもスーパーカーの履き方っていう、うん、そんな感じの、ね、そしてリアはこれ、はい、ブレーキはブレンボ、ブレンボ入ってますね。なかなかこの組み合わせもないんじゃないかな前後で違うっていう組み合わせになってますからね。そして足回りがすごくお金がかかってる、はい、ダブルフィッシュボーン前後採用、そうですね、前後で入ってるのってなかなかといいますか、まあ、その分、まあ、お金もかかってるのかなっていうので、品質自体はいいと思いますね。そして後ろ、はい、後ろもフェーズ3でだいぶかっこよくなったというか、そうですね、ガラッと変わったというか、はいはい、こんな感じの LED のテールと、あとちっちゃいバッグ、こんな感じで、これもだいぶちっちゃくなりましたよね。そうだね、そうですね、はい、4等だったのが4等、そうですね、はい、以前は4等でしたね、1.5等ぐらいになってるということで、ね、なりましたね。そしてリアはこの大型のディフューザーと、はい、マフラーと、はい、だとはもうとにかくフロアが真っ平ら、うん、ざっとこの価格だったらまあまあ当然なのかもしれないですけど、はい、もう
なかなかここまで平らな車ってないと思うんですよ。ないですね、なかなかないです、ね、ほぼレーシングカーっていう、うん、そうですね、あんまなんかこうプラスチックを補強してとかではなくて、まあ、そのもの自体で真っ平らってなかなかないと思うんで、っていうのももうフレームというかそのバスタブのアルミのフレーム自体がもう真っ平らなんですね。ですね、だからなんかこうカバーして平らになってるとかっていうんじゃなくて、はい、もう元々のなんか車の作りがレーシングカー直径っていうそんな感じになっております、はい、なってます。じゃあ続いて今回はトランクから先に見てみたいと思います、はい、そうですね、でトランクがこの助手席のこの、はい、この横ですね、はい、レバーで最初はあの知らない人は結構見つけるのが大変な位置ですけれども、外からも開けられないし、そうですね、リモコンとかももちろんないと、はい、ここでレバーそんな重くなる部品は一切つけないんですつけない、余分なものはつけないっていうところですね。でここ引いていただくとエンジンのこのカバーと一体になっているトランクが、はい、ここですね、こんな感じで開くと、で何でもあのここにストッパーもないので開けすぎちゃうと当たっちゃうので、なるほど、気をつけてください。さすがところですね。そして棒は一応トランク側についてて、はい、ここ早めにかけていただいてですね、はい、でトランクの方はもうちょっと異形ですけれども100リッターちょっとあるということで、はい、まあ、工夫してもらえば、まあ、入るかなと。そうですね、ただ前回裏当ての月村セールスと話した時も、はいはい、話題に出たんですけど、はい、あんまりこう熱が入っちゃダメなものが置けないと、うんうんうん、エンジンの隣ですもんね。そうそうそう、だからトランクはすごく熱くなるんで、はい、卵買ったらこれゆで卵になってますね。なりますね、温泉卵ぐらいになっちゃいますね。あんまりちょっとこう使い勝手は良くないんですけど、はい、容量的には割と深いのとサイドあるんで、そうですね、まあ、この辺この後、はい、屋根ちょっと取り外してみますけども、はい、屋根がそのまま、そうですね、専用の袋があるのでそれに、まあ、外してからなんですけども、はい、専用の袋を入れていただいて、でまあ、専用の袋がこういった形で、はい、最初何かなと思ってキャンプのなんか道具の袋なんじゃないかなって思ったんですけど、はい、そうですね、これが、まあ、専用に入れていただいてっていうところ、はい、中に入れていただく、これちょっとこの後外してみたいと思います、はい、そしてエンジンルームそのまま見えてるんでエンジンルームのご紹介させていただくと、この辺は一部おなじみかなと思う、はい、トヨタ製の 1798cc 直四にスーパーチャージャーをプラスしてる、でこれ馬力の方がだいぶ上がってるんですよ、ね、上がってますね、はい、なんと243馬力ということで、そうですね、はい、車重から考えたらとんでもない馬力、はい、でトルクの方が 24.9 キロということで、これなんかアメリカ製のマグナソン製のスーパーチャージャーかな、うんうんうん、組み合わせてる、だからトヨタのエンジンで聞くと、はい、って感じですけど、うん、思いますね、もう全く別のものとして考えていただいて、はい、まあ、耐久性だったり信頼性に関してはそうです、ね、まあ、間違いないかなと、はい、そして0100の方が 4.6 秒で、当然これに組み合わせるミッションの方は6速マニュアルのみということになります。ですっごいこういろいろ省かれてる車なんで、はい、電子制御的なもの全くないのかなと思ったら結構ついてて、まあ、もちろんその ESP エレクトリックスタビリティプログラムがついてるんで、はい、まあ、その辺の関係で ABS とかコーナーブレーキコントロール、はい、ドラッグトルクコントロールとか 横滑り防止、はい、あとは油圧ブレーキアシスト、電子ブレーキ配分、電子デフロック、トラクションコントロールなんかの、まあ、その辺の走りに必要な電子デバイスは一通りついてるという、はいはい、これちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃ続いて内装の前に、ドンキーコングとクッパなんで乗り込めないで重量級が、はいはい、屋根を先に取ってみたいと思います。そうですね、でこれが横に、そうですね、内側にこう、はい、押していただくイメージですね。レバーをこう両方引いてもらうとボコッと、そうですね、取れると、はい、はい、で丸めて回収ですよね。そうですね、はい、はい、じゃあもらっちゃいますね、はい、でこれが先ほどのバッグに入るとカバンに入ります。確かにキャンプ道具、キャンプ道具、テント、テント、はい、テントっぽい、はい、でこれがスポット、そうですね、はい、このままちょっとちゃんとうまく入れてなんですけど入れば、あ、なるほど、ぴったりですね、幅的にもぴったり、はい、まあ、厳密に言うとこの骨組みもあるんで、そうですね、まあ、骨組みも一緒に、はい、入れていただいてになりますね。これもリングフィットアドベンチャーみたいな穴がちょっとパワー系で曲げて入れるんですけど、これを一緒にしまっていただく感じになります、はい、じゃ続いて内装も見てみたいと思います、はい、で内装の方が一応オプションで、アルカンとかレザーのスポーツシートもあるみたいなんですけど、今回標準のシートということで、これもしかしたらなんですけど、このアルカンとかレザーのシートにするとコントラストステッチって割と賑やかな内装になるんで、そうですね、もしかしたらこのクラシックな外装に合わせて、なんか
シンプルにあえて仕上げてあるのかなっていうのはちょっと思いました、思いますね。あえてのこのシートに収めてるのかなっていうデザインですよね。そしてシートが低い、はい、ほぼ地面というそうですね、地面に椅子を置いてるぐらいの低さですよね。この試乗の時のこの2人乗ってパンパンになる感じをこの後お届けしたいと思いますそして内装もなんとファイナルエディションで特別な、はい、部分が多くて、メーターの方が TFT 液晶メーター、これ2モードついてる、はい、デジタルモードとアナログモードついてる液晶メーター、はい、これだけなんですよね。そうですね、はい、これがなんとついてるという。そしてステアリングの方も、専用設計というか新デザインのステアリング、はい、になってますね、はい、センターマーキングが一応、まあ、同色ですけれども入ってるタイプのステアリング、はい、こちらに乗ってます。握りも太くなってるっていう話もありまして、そういったところの握りの感覚も変わってるっていうお話になってます。なるほど、はい。あとはおなじみのエクスポーズドギアシフトメカニズム、はい、こう下噛みちぎりそうなそうです、はい、めっちゃかっこいいシフトが、これがなんか軽量化にもかなり貢献しているということでになってますね、まあ、あとはデザインを楽しむ、もうこの機械的なこのミッションですね、ギアを見て楽しむっていうのもデザインの一部なんじゃないかなって思います、ね、ただスケスケじゃないんだぞということ。そうです、はい、このクイックさは前回体感してますので、はい、今回改めてになりますけども、ちょっと乗ってみたいと思います、はい。続いてトーカル見てみたいと思います。お願いします。はい、続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。いやー、これこの2人は無理だって近いです近近いです、ね、近月原さんと乗った時も近いって言ったのにさらにこれはね、重量級この時期にちょっと2人で乗っていい車じゃなかったデートなら良かったですね。そうだね、でもね、これ女の人と一緒にね乗ったらね、車好きじゃなかったらね大貧種だと、ね、お願いだから違う車にしてって言われる。車好きだったら完璧だけど、ね、そうですね、あ、いいですね。じゃあ、はい、この車紹介が2台目というか、エリーゼ自体がフェーズ3のエリーゼ自体が2台目なんで、はい、ちょっとバッと紹介しちゃったんで、はい、この車の特別なところを振り返っておくと、はい、このメーター、あとは単造ホイール、はい、あとは、220よりかも23馬力アップのエンジン、はい、あとは新デザインのステアリング、あとはビルドプレートです、ね、ファイナルエディション、はい、あとは専用のデカールが入って、はい、専用の、色が選べたりシートが選べたりしますよっていうところですね、はい、あとは大丈夫かな、はい、あとはこの車はついてないんですけど、はい、まあ、極端に軽くすることもできて、うん、カーボンのパネルつけたりだとかリチウムイオンのバッテリーにしたりだとか、はい、ウィンドウもなんかポリカにしたりとか、うん、それやると898キロということで、すごいですね、900キロですね、やばいです、はい、そしてちなみにチタンマフラー82万5千円もオプションであるそうです、はい、だからいじってったら多分キレがないんだろうけど、そうですね、このなんかヘリテージカラーだったらシンプルっていうのはすごく、うんうんうん、たまたまなのか狙ってなのかわからないですけど、はい、近いです肘が当たる近い、これ前回も乗せてもらって思ったんだけど、はい、意外にトルクが太い。あ、じゃあ乗りやすいですか。アクセルほとんど開けなくても車がスーッと進んでいく感じ、はい、でクラッチもそんなに極端にめちゃくちゃ重くはないんで、うんうん、リフターもなければ何にもこれ出られる、大丈夫これ。そうですね、ちょっとここは段差が少しあるんで、はい、うわー、ちょっとね前回乗せてもらった時は割とこう、はい、まあ、田舎というかあんまり住宅街じゃなかったんだけど、はい、この葛飾の住宅街で、はい、
エリーゼで行動に出ると、はい、いけないことをしてる気分になる。ならない。注目度は高いです、うん、はい、なんかこれ道路出ていいやつじゃなかったなっていうこれ楽しいな、うん、うわトルク太お、すごいですね。音もいいですね。あれこれ全然違うかもしれない前乗ったやつと馬力も違いますからね。あとね、はい、いや全然違う車が。いやそんなに鮮明に覚えてるわけじゃないけど、はい、これ車違うぞ。ステアリングのなんかニュアンスとかは、はい、あそうそうそうこんな感じっていうのを今思い出したけど、はい、足の動きが全然違う。ホイールかな、タイヤかな。この辺曲がってじゃあちょっと回ってていいかな、はい、そうステアリングはあんまりキビキビしてないんだよね、はい、割とこうしっかり感はありますかね、うん、しっかり感あるけど遊びが大きいというか、はい、なんかこのビジュアルだからもっと切ったら切っただけグイッと曲がっちゃうかなと思いきや、はい、普通の車みたいにこう素直というか、はい、この辺曲がって道路出ていい、はい、あこれ出れるの、これ出れる、出れます、大丈夫です。ああそうそうそうこんな感じだった、めっちゃ楽しいんだけどでマフラーの音も若干違う気がするんだよな。いいですね、ちょっと太めでこう低い音っていうのが特徴的ですよね、うん、で正直2000回転以下はそんなにめちゃくちゃレスポンスいいなって感じしないけど、はい、2000回転以上のこのレスポンスがやばい、かっこいい、いい音、バイクじゃんもう。バイクですね、四輪ですけどね、バイク。あれ昔の茅ヶ沢いやいやいや、そんなコール切ってなかったですよ。本当にコールは切ってなかったです。あそういう感じだよね。でけえ藤本君ちょっとそっち系な感じかなと。よろしく的な感じかなと。真面目でやらせていただきます。よろしく的な感じかと思ったら違う。これ楽しいよ。ブレーキもしっかり効きますからね。そうだね、はい、ただ最初のこの遊びというかは結構大きい、はいはい、奥グッて効く。うん、あとペダルのこのレバー自体の剛性も結構高い気がする。なるほどなるほど。遊びがほぼないというか、はい、本当に踏む方向だけ、はい、まあ、そこもブレーキのオプションで変わってくるんですかね。ああ、かもしれないね。楽しみの一つかもしれないですね。これすごいなけど、車好きな人だったら全然日常の足として乗れると思う、はい、いいですね。結構選ばれる方でケイマンを選ぶけどちょっとこうみんなが乗りすぎちゃっててロータスするこのエリーゼにするとかそういった選択肢もあるみたいですね。でもだいぶこっちスパルタンだけ、スパルタン。そうですね、ジャンルは結構変わりますけどね。これ乗ってからケイマン乗ったらもう豪華すぎて豪華すぎますね。うわ乗用車じゃんって感じになる気がするけど、はい、だからその分こっちの方が楽しいのかなって、ね、あ確かに、はい、思いますね。で巻き込みに関してはもう頭全開、この2人なんで。そうですね開けといてよかったですね。でこの辺の風の動きも意外に感じるという、はい、そうですね、乗ってる感、低さと乗ってる感でこうスピード感もありますし、あそうだ、ね、楽しいですね。今全然法定速度だけど、はい、すっごいスピード感ある。速さありますよね。あとねとにかく低い視点が、うん、むちゃくちゃ低い。なんか久しぶりですこの低さの視点は。なかなかないよねこれ、もうこの非現実的な感じ。ちょっとじゃあ川を渡ってみますか。はい、速い、早いけど、なんかこう楽しい速さ、うん、そうですね、なんかスーパーカーの加速みたいなあーっていう感じじゃなくて本当にこう疾走感というかこの感じで言ったらバイクに近い感じがする、ね、本当にカートでなんか街に出てる感じ。だちょっとこうオーナーがハマる理由が分かるっていうか。あそうだね、そうですね。これね、試乗会とかできれば、はい、もっとなんか欲しいっていう人多いと思う。もっともっと世に出るかもしれないですね。そうだね。
かなかこの辺の車って、まあ、もちろん中古車だと乗れないケースが多いだし、はい、新車でもなかなか試乗会って気軽にできない、はい、けどこの本当に五感というか直感に訴えかけるこの車はみんな乗った方がいいと思うそうですね、ありですね、俺はでステアリングのダイレクト感は本当にすごい、はい、やっぱりパワーステないだけで、はい、なんか間になんか物が入ってる感じはもうない、うん、あと路面からの戻ってくるのもすごい、あ、伝わり方いいですね。それこそ本当に高級車だとあのどんだけ切ってもこう、うん、同じこう、はい、力で同じだけ回せちゃうけど、はい、これってなんかこう切り回していくと重くなるし、うんうん、タイヤをすごく感じれる感じがする、いいですね、これは楽しいよ、楽しいけど高いよ、高いプレミアムですね、まあ、プレミアムがつく理由も分かるのかなっていうのは、そうですね、これは納得、はい、ちょうど前にロードスターが、はい、いますね、低さ本当同じぐらいになりますね、いやでもね天井はちょっと10センチぐらい低いだけだけど、より低く感じる、感じますね、だって地面とフロア一緒だよほぼ、そうですね、これはやばいよ、フェーズ3だいぶいいね、エアコンもついてるし、そうですね、エアコンもあのベースでないっていうのも以前ありましたね、フェーズ2、はい、フェーズ1はあるかな、そうですね、オプションだったりなかったり、はい、でもフロア低いですけどやっぱボディしっかりしてる分不安感はないですよね、全然、そうだね、うん、なんかボディのしっかりさすごくさ、はい、伝わりますよね、ただ現代的なオープンカーみたいな、はい、横転した時のロールオーバーバーもないしそうですね、ちょっと この辺の心もとなさは感じる、はいはい、けどこのなんか物とか車にぶつかっても、はい、ボディめっちゃしっかりしてるからまず大丈夫だろうなっていうのは、そうですね、東京店の某スタッフがひっくり返してしまって、まあ、今もご健在なのでしっかりしてるんだと思いますそうだね、証明してるかもしれない、証明してますねいいな、カートだなこれ本当にですね、ハンドルちっちゃ、エアバッグすっごい大きく感じるもんねそうですね、存在感ありますね、このシフトがやばいよ本当に遊びゼロだもん、そうです、直で入れてる感がありますね、つい先日名古屋で撮らせてもらった2002のターボ、はい、はい、あのもう50年ぐらい前の車だからシフトグニャグニャなのカッチカチじゃん、そうですね、それとは真逆ですね、遊びほぼないもんね、ないですね、これすごいな、そしてスポーツ、これもメーターの切り替えってどこでやるの、メーターの切り替えはここの4つ止めてからじゃないと変えられないとか、でスポーツは長押しですね、走行中変えられるか、変わった、変わりました、メーターもスポーツに、はい、なりますね、スポーツどこまで介入が入るんだろうね、あ、ちょっと楽しみですね、このデジタル表示いいな、その4つのボタン駆使して表示も変えられるみたいな、あ、そうなんだ、止まっててイグニッションの時にやるみたいな、あ、なるほどね、そうですね、あとはねペダルがやっぱりこっちに寄ってるし、あ、はい、右側のスペースないから、はい、まあまあまあ運転は全然問題ないけど問題ない、癖があるかないかって言ったらだいぶある、ありますよね、だいぶある、まあ、ちょっと癖を楽しむ車ですね、でも本当になんかねカート乗って、はい、すっごいワクワクした時を思い出す、ああそうそう、初めてカート乗った時なんかこう勝手が違うけどなんかいろいろこう帰ってくるものが新鮮で、ああめっちゃ楽しかったなっていう、こうなんか物を動かしてる感ありますよね、カートって、そうだね、うわめっちゃなんかトルク太くなってる気がする、アクセルレスポンス良くなってるか、違いますね、全然違う、全然違う、隣でも分かるぐらい、か
軽いエンジンも車もめちゃめちゃ軽い。こんな重い2人が乗ってるのに。そうだね、重量級の軽量級の車も台無しにしてるのに、ヘビー級2人が乗ってるのいやいやいや、楽しいですね。これ楽しいな。これだから一人でこう淡々と乗っても絶対楽しいよね、夜とかさ。そうですね、ドライブもいいと思うし。あと意外な乗りやすさ、本当びっくりするよね。全然クラッチのミートポイントも分かりやすいし、トルク太いからアクセル貸さなくていいし、シフトも硬いけどさ、はい、なんかこう入れづらくはないから、はい、全然普通の車じゃないけど、意外に多分初見で乗っても普通に多分。そうですね、これはでも本当に置いとくところと予算がある人だったら1回は持っときたいよね。そうですね、もう暴落しないじゃないもうそうですね、こっからはなかなか。逆にちょっと乗った方が欲しい人が増えるというか、値段の価格が落ち着いてきた方が手を挙げるユーザー多いんじゃないかなって思いますね。いい音してんな。全然見えない大丈夫です。いやでもこれね、はい、思うけど、なんかさ、はい、つい最近機会があって、はい、ちょっと高額なフォーミュラーのシミュレーターに乗せてもらったの。お、でその時にその人が言ってたけど、はい、もう圧倒的にね、普通の車箱車で練習するよりかも、はい、フォーミュラーで車の運転練習した方が圧倒的に上手くなる、スピードが速いっていう、はい、要はもう戻ってくるものも入力も全部ダイレクトだから、はいはい、上達が速いってそっちの方が。でもちろんこれ箱車だけど、はい、限りなくそういう車に近い気がする。そうですね、ブレーキ操作もそうだし、ステアリング操作もそうだし、はい、もう分かりやすくもあり、すっごいダイレクト、だから楽しいっていう理由かもしれないですね。本当に直感的に楽しいと思う。隣でも楽しいですもん、これだから都内で、まあもちろん日常の足としても使えるけど、やっぱりこう走りに行ったりとか、こう街中のストッパーのところじゃなくて、例えばその山道走ったりとか、夜の首都高走ったりとか、そういう方が楽しさを発揮できる気がする。そうですね、便利装備に関してはもうミラーもそうだし、ほぼないからそこは割り切ってもらって求めちゃいけないです、うん、そうだね。だからもうこういう段差越えてもハンドルブルンってなるなりますね。うわ、そしてパワーステは、あ、でも意外にヘビー級土屋だったらいけますか。ヘビー級藤本とヘビー級土屋だったら別に問題ない。あと後ろ全く見えないからね。そうですね、ディフューザーでかいからね。から車短いから、でも攻めなくてもいいから乗れちゃいますね。頭だけ合わせてもらえれば、ね、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。じゃあ最後になりますけれども、動画なんで価格の方はオープンしてないですけれども、はい、そうですね、はい、かなりのプレミアムが、はいはい、ついてますね。ただまあこのパッケージの内容ってもう本当に最後の最後、はい、最終になります。25周年でもう、はい、終了したということで、うん、もう次の車引き継がれてるんで、はい、まあ、これ以上のものってもう出てこないんで、ないですね、はい、まあ、ぜひ興味のある方、はい、お問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います。そして藤本君、今回初登場でしたけれども、はい、定期的に車両紹介をお届けしたいと思いますので、はい、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というわけで今回はロータスエリーゼ240ファイナルエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。